真由が弁当を持って僕が滞在してる近くの駅まで来てくれて、で弁当を食べたと。弁当を食べて、でまあちょっと足も痛いんでその日はお休みをしてね。で次の日です、配信着いたと思ったらラブホにいて、まあ足を怪我してる。でまあリタイアしてしまいました。でさすがにあれはすごく反省してね、やっぱリスナーさん裏切ったなって。どうせリタイアする気で歩いてたんだろうって、非常にがっかりさせてしまったんで、これも前にも初めて言うんだけど、去年と同じようなことになったのであればやっぱり彼女がいるからだと思う。で彼女がいなかったら俺も失敗したことないんだよ、徒歩旅ね。それ簡単にやめてくれ。で今回で徒歩旅5回目です。5年目なんでね。そういうのネタにするんだったら 5回目になるんですけど、別れたら、歩ききらなかったら別れます。ネタにするんだったら別れないよ今。この子言ってたよね、イベント1位にならなかったら別れますって。この前前回イベントやってたよな、てめえよ。お前が先にやったんじゃん、人のことばっか言いやがって。その時好きじゃなかったし。イベント1位の時好きじゃなかったの、うん、ビジネスだったからね。最近だよ、イベント1位なったのお前。何が前回の1週間じゃないぞ、今回復元してからイベント出たんだろう。じゃあネタなの、それ何なの。お前も下だろっつってんの。なんで俺にいちいち言ってくんだよ。絶対1位になる、別れないために1位になるって強い思いでやったんじゃないの。俺も絶対別れたくないから歩くよ。でもそれネタですんのやめてくんない。でやめてくんないと、お前もイベント1位の時やってたじゃんって言ってんの。なんで俺にばっかり言うの。ゼロマンが言ってたじゃんそれは。はぁ、なのこいつ。いやお前逆ギレすんなよ。逆ギレって自分はして、なんで俺はダメなの。今は好きだから。やってたよね、この前イベント1位にしてやった時に。いやその時あんま好きじゃない。1位にならなかったら別れますってさ、復縁しといて好きじゃなかったっていうのもひどい話じゃない。イベント応援してやって。いや今は好きだから。ゼロリスにも嫌なんだけど、その時好き。最近だよね、イベント1位、イベント出たの、出さしたの。その時付き合ったばっかじゃん。それで好きじゃなかったとか今さらひどくない、この女。なんなのこいつ。好きでそういうこと言うの逆に。はぁ、好きじゃなかったっていうのがひどくないお前。だってあんたもやってたやんけ。何やったんだよそれ。いやいや、イベント1位になかった。今回復縁してから1回もやってねえよ。イベント1位にならなかったら別れますってやってたでしょ。それ前回だろ。そうだよ前回だよ。前も1週間だけ付き合った時だろ。そうだよ、前もその時付き合って1週間も経ってない時じゃん。今回イベントだろてめえがやったのよ。だからその時もだから復縁して1週間も経ってない時じゃん。じゃあ初めから好きじゃないな、付き合うなよじゃあ。どうし、だからやめてくれない。なんなのこいつ。ね、好きなのになんでそれやめません。俺は歩ききります。こいつ歩けないと思ってんだよ、信じてくれてない。いやいや、そうじゃなくてそれネタにするってのが良くない。信じてくれてないんだよ、歩き切らないと思ってるんだよ。じゃあ歩き切らなかったらとかじゃなくて、胸くそ悪い、聞いててね、嫌な気持ちになっちゃう、うん、いやもういいよ、理解してくれないならいいよじゃん。鬱陶しい、うん、鬱陶しいよてめえ。あ、そうなんだ。そうなんだって、絶対歩くっていう気持ちなんだよ。だから一時そんな簡単に言うのやめたら。鬱陶しい、お前がやってんだろ前回イベント。お前じゃん先にやったの。今回復縁して先やったのどっち。みんな、いやいや一瞬言っただけじゃん。でもそれやめた方がいいよって言われて、今のは間違ってましたってちゃんと言ったよね。前回イベントの時やってたじゃん散々。1位じゃないと、ゼロワンにやっぱ彼女だったら1位じゃないとふさわしくなりたいんでって、そういうこじり方でやってたよな。応援したいのに別れますとか言うやめてくれない。普通に純粋に応援できないから。今は好きだよ。こいつがやってなかったらさ、今はちゃんと好きだから。こいつがやってなかったら俺もさすんなり入ってくるのに、自分がやっててさ俺にはさ言ってくるんだよ。で今はちゃんと好きだからやめてほしい、うん、だったらちゃんと歩かせるように応援するのが彼女じゃない、うん、でも歩けなかったら別れますとか、うん、なんか簡単に言
言われたらだから前回みたいにもうゼロワンやめな、足痛いでもう怪我してるしやめなとは言えないよね。今回は頑張って歩きなって、ケツ叩いて応援できるじゃん。私歩きなって言ってたし止めてもないしね、人のせいでしょ。やめてたよ、爪割れて小指もうやめてもいいんじゃないって。それはね、それがゼロワンだしって言ってたじゃん。いやそれで煽ってたじゃん、ツイッターでもこんだけ負傷しましたとか。いやお前も止めてたじゃん。いや自分が歩きたくなかったからです。それは全部さ私のせいするのやめてよ。ちなみに今日も酔ってます。ちなみに今日も自分がさ、ツイッターにさ写真あげて出番あれば呼んでね。いや出番ないです。田中さんあれやんす、今回は出番ないです、歩きます。うん、もういいよ、理解しないんだったらうっとしいから。お前に合わせてられない。いや合わせなくていいよ、うん、簡単にそうやって。俺はそうやって言って歩くから、うん、いやいやそういう問題じゃないから。うん、そういう問題でしょ別に。いやそういう問題じゃないから、お前に止められようがやるからね俺は。いやそういう問題じゃない、歩けなかったら別れるとか、うん、そういうこと言っちゃうのがうざいかな、うん、うざくてもいいよ。胸くそ悪い、うん、胸くそ悪くても俺はやります。いや応援したくない、うん、応援しなくてもいいです。いや私が応援したところで、うん、リスナーさんに応援してもらう、別れたくないからじゃないとか言われるんだよ。リスナーさんに応援してもらって、こいつ別れたくなくて必死じゃないのかって言われるんだよ。私の立場分かってんの。めんどくさいね、もう何あれもこれもダメじゃん。それぐらい許してよ。うん、例えば女と絡むのはダメぐらいだったらそれは分かるよ。競馬もダメとかさ、これぐらい許してよ、うん、何もできないじゃん俺、何も言えなくなっちゃうじゃん、うん、競馬ダメは俺もう今日も競馬やらなかったけど、そうやって言うぐらいは許してよ。どん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 何もできない、何も言えなくなるじゃん、あれもダメこれもダメで。そう思わないリスナーさん、さすがに、うん、一生懸命やってくれてるの分かるけど、うん、ギャンブルダメってちゃんと言うこと聞いてるのに。いや分かるんだよ、ま、分かってないから。ゼロワンのことをいい、もういい。じゃあうちごめんね、ゼロワンのこと言ってるんじゃなくてコメントに対して言ったんだけど。コメントに対して言ったの？うん、あのさ、ゼロワンのことを信じてあげてよっていうコメントがあったから、そういう問題じゃないんだよ。リスナーに言ったの？うん、今221号のタヌキに言ったんだけど、そういうことじゃなくて、信じてあげてとかじゃなくて、そういうことを簡単に言う、この人どうなのって話。え、俺に言ってたよね。今ゼロワンに言ってない。別れるって簡単に言うって。うん、てか今、ね、信じてあげてっていう発言に、そうじゃないんだって。簡単にそれをネタにするっていうところが胸くそ悪くない？私の立場だったら分かると思うよ。俺に言ってたよね、めちゃくちゃ。いや、分かると思うよ。バカみたいじゃん、私。じゃあさ、じゃあ俺もバカみたいだったね、もうイベント応援してね、うん、じゃあ私もナイス応援してバカみたいだよね。1位にならなかったら分かれますみたいな、うん、たい。それはお互い様ですよ。いやこれで無理って言われるんだったら別にいい、マジでいい。何の話をしてんの？いや、たぬきさんに言ってる。たぬきさんに話してんの？うん、これで私がおかしいって言われるんだったらもういいよ。うん、いいなら理解できないから、一生あなたとは理解できない。金梅さんが普通に嫌でしょ、こんなこと言われたらさ。金梅さんが褒めてたのってね、いちいちアンチに向きにならなくて相手しないところを褒めてたのに、めちゃくちゃ相手してるって。さっきまでお前のせいだよ。金梅に言われて喜んでた。金梅にじゃなくてあなたが言ったから、うん、俺別に悪いと思ってる。いや、お前タヌキじゃないよね。酔っ払いの相手扱い、これも全部酒乱で片付いちゃうんだもんね。だって酔っ払ってるよ。やばいわマジで、全部私が酔っ払ってやらかしたって。顔出してみ、顔出してみんよ。喋り方、ドレス回ってないじゃん。話がとろくなってんじゃん。でも俺は超重大発表、決断変わります。それぐらいの強い気持ちで歩きます。やっぱり、いや、ちゃんとやるときはやっぱやらないとダメで、なんかやっぱり1年に1回はやっぱなんかさ、ね、はい、こぼれるんだけど、ゼロワンと肺がこぼれるから、だから何じゃなくて、うん、
何でもかんでも下に生え落ちても平気みたいな。なんかさ、ゼロワンってさ、ゼロワンとマイのことを応援してくれる、してくれているじゃん、少なからず。まあまあいるじゃん。なんかお前が踏み潰してるよ。お前だよ。そうなんだ、別れますとか言って。別にいいじゃん、歩き切るんだから、ね、絶対ゼロワンと前のこと。じゃあお前ブーメランになるんだって。この前イベントの時やってたから。え、その時は別にまだあの初段だからね。初段、うん、柔道別にその時は黒帯ですか。始まってなかったじゃん。始まってただろ。まあ付き合いっていう形はそうだけど、気持ち的には別に違くない。いやいや、今は気持ち的今は好きだよ。何を言ってたの。その時は好きじゃなかったから。好きじゃないな、付き合うなよ。気持ち悪い。俺が他の女と付き合って都合よく言ってさ、好きじゃないのに付き合う気持ちはあれ、それこそ利用じゃんな。だからビジネスって言われるんだよ。それはしょうがないでしょ。気持ちはあれ、お前だって利用したじゃん私も。それはお互い様じゃん。何利用って。いや、それはお互い様でしょ。お前別に利用貸しなんてねえよ別に。でライト返してさっき貸したやつ。イライラする。ソナちゃんどう思う。コマリちゃんありがとうございます。喧嘩するために信頼関係ってのゼロマイルだと信じてますよ。そうなんですか、コマリちゃん。気分が悪いですけどね、うん、あれもこれもダメ、うん、発言するのもダメ。わかりますって発言やばいんだけど、この人マジやばくない。だから途中これを途中リタイアしたら別れますは別にいいじゃん。ゼロワン正しいっていう人がいるんだったら私理解できないわ。別にいいじゃん、そんなマジで理解できないね。それぐらい本気でやった方が面白いしね。いやいや、本気でやることはいいことなんだけど、茶番、あ、どうせリタイアするんだろうなって見てもらうよりも何かをかけて歩いた方が。いや、お金かけたら良くない。なんでそこかけるの。それ俺の自由じゃん。人の配信にまで口出すねよてめえよ。人の金のことまでぐちぐち言いやがって。俺が稼いだ金だてめえ。てめえ使ってお金稼いだわけじゃねえぞお前。先月もなあ、今月だってテメと付き合う前からナイスもあって賞金稼いでるんで。お前の金だと。お前じゃ金なんか稼げねえからゴミ。お前で金なんかなるか、うん、ボケ。じゃあいいわ。人が応援しないとイベント1位もなれないようなやつが、うん、じゃあもういちいち金かに行ってくんじゃねえよ。分かった。うぜえな。ぐち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 人の配信にケチばっかつけやがって。分かった。じゃあもういいわ。おめえがやべえよ。どこまで制限するの、うん、分かった。これが制限っていうのだ。お前やばい。別に歩き切れば問題なくない。うざい。もう歩き切るんだから。おめえがやべえよ、酔っ払い。うっとうしい。お前がそれも気づかない。いや、お前がガキなんだよ、こうなるのって。お前が何回出てくの。昨日だけで2回出てってるじゃん。朝はねカフェ行って、夜どこ行ったの。何回出てくのこいつ。何回やるの。お前がガキなんだよ。はい、ツナ味方につけました。はい、ツナ味方に。人質取ったね。人質取るんだね、ツナを。いいよな、のんきで。あ、ツナちゃんいいや。前、一人でちょっと行ってあげて、ツナちゃん、危ないから。いやいや、行ってあげて。いや、まえちゃん行くよ、一緒に。まえちゃん行ってあげて。まえちゃん、ちょっと待って。うん、ツナちゃん、小銭大丈夫だよ。小銭がちゃばった、ちょっと待って。うん、パジャマで行きな。パジャマで行くの。パジャマで行きな、もう大丈夫だから、ツナちゃん行ってあげて、あれ、逃げるから。逃げちゃう、ちょっと待って、うん、みんな思い出してよ。俺がさ、誠治とたかしと遊ぶって新宿行った時のことを思い出してよ。ぐちぐちねちねちさ、自分はいいよな、どこ行くかも何も言わず好きかって言ってね、犬もほったらかしでさ、出て行って、よっぽどいいよ。俺がさ、今日は寝て明日ナイス頑張るね、叩き起こしてナイスやればいいよ。それはありがとうだよ。俺もナイス頑張るよ。だからやるけど、ほったらかしにして。ワンワンだってそうじゃん。前がおいでって言うから俺じゃあいいよって言ったんじゃん。ほったらかしじゃん。マリオもルイージも。ワンワン電話かかってきたよね。
まゆちゃんとつなちゃんとお酒飲みたいから来るんだよ。違うの。さすがにこれ譲れないよ俺。うん、競馬はやりすぎダメぐらいまだわかるね。で女の子とちょっと嫉妬する女の子とコラボダメ、これはわかるよ。でも一人の企画でね、別れますって、歩けなかったら別れます、この発言まで俺は束縛されるのは、これは俺はね譲れないよ俺は、さすがに。うん、さすがに譲れないよ。もう何もできなくなるよ。このオワコンになるの目に見えてるから、オワコンになるの目に見えてるじゃんそんなの。うん、だから俺死ぬ気で歩こうと思ってるんだよ。で俺は逆にね、あの歩けなかったら別れますって死ぬ気で本当に歩き切った時に俺の思いが伝わると思うんだよ。うん、私と別れない、絶対に別れないために名古屋まで歩くってすごいじゃん。そこで俺は気持ち伝えたかったんだよ。人の気持ちも全く分かってくれない。で前回歩けなかったから絶対に歩きたいしね。そういうね、エンタメとかも何も分かんないんだよ。ハリーもほったらかしにしてさ、風呂入れるっつっても いつまでたっても入れないし、本当に入れる気があったら自分でね買いに行ってね入れるよ。そんなもうさ、1週間にいっぺん入れるとか言って俺の家に来て2週間一度も入れてないぞ口ばっかり。やることやれよ。どんだけこっち言いたいこと我慢してんだよ。何がかわいそうだよお前は。やることやれよ。じゃあ甘ったれんなよボケ。なめとんか、なめとんじゃねえぞ本当。甘ったれやって。あいつは別にいいじゃんね。あの前回イベント1位のお金まるまる自分のお金じゃん。で生活費は一切かからないじゃん、全部俺が払ってるじゃん。お金残るじゃん。やることやれよ、犬のこととか家のことぐらい少しぐらいさ。あの誰でも作れるね、あのキャベツとキムチとね豚肉炒めてね、ドヤ顔してもらっても困るんだ俺から言わしたら。誰でもできるからそんなもんや。うちのねゼロリス呼んだらそれぐらい誰でもやれるよ。綺麗に片付けまで綺麗に、もっと手の込んだ料理でも作れるわ。なもん、こんなもんよ、散らかりまくってやれるから。何様なんだよ本当よ。てめえさ、何謝って土下座しろよ。お前がな、何様なのお前。できないんだね。何様なの。別れて。何様なの。いいよじゃあ別れて。いいよ本当、うん、分かった、じゃあ戻るわ。何様なのこいつ。土下座しろとか誰に口聞いてんだよもんやろ。早く服のとこ帰れよな。俺ん家来てもハニーほったらかしね。自分の家で総理に任せっぱなしで服ほったらかし、とっとと帰っちまえてめえみたいな女はよ。イラつく。競馬もダメ、あれもダメ、おめえが土下座しろゴミが。お前みたいなやつは火薬がお似合いなんだよ。どんだけ我慢して言いたいこと言わないで我慢してやってんねん。何がお前かわいいだ。しょうもない。今年30になる女がよ、何が一番かわいいだよ。少しは大人になれよ。いい年こいて。しょうもない。うっとうしい。中華街のデートも頑張ったけどね、俺なりに。頑張ってたよね。今日の朝の築地デートも。一人のがせいせいするわ。自由で。飽きたよな。一人がいいよな、やっぱ。一人が。めんどくせえわ、ほんと。何もかも制限さ。こっ
じゃあタエさん、先月から休みなしで今月も休みなしでね、あいつはね別に好きなことやって好きな時に配信できるかもしれないけど、いろんなもん背負ってやってるんだよこっちは毎日。このストレスわかる？わからないだろ。なんでこいつに同じような目線で一丁前のこと言われなきゃいけないの？許せないよ。つなちゃん迷子になってる？お前が誘ったんじゃないの一緒に行こうって。つなのことちゃんとやろうよ。うさちゃんのパジャマ着てるのに、砂利線ねパジャマのポケットに入れてるのに、危ないだろ。ジャリ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 歩いてたら、あんな可愛い格好して金髪で襲いたくなるでしょ。何迎えに来てタクシーで帰るんだろう。どうせツナは迷子だぞ。ほったらかしいツナのこと。パンツがないからって人のディーゼルのパンツ履くしさ、お前みたいな女はね、火薬にまた開いとけ。クソ女が。肉とか野菜炒めてドヤ顔で後片付けもしないでドヤ顔してるような女は何が一番うまいだよ。一番まずいわお前の料理が。今までの女の中で誰でも作れるわあんなのよ。やめない、やめないね。もう背中押してやるよ。ゼロ円抜くって夢で好きとか言ってたからどこまでも行ってやるよ。気分悪いでみんなに言ったけど、まあ一回別れるまでチャンスくださいって言ったんでもう終わりです。もう復縁も絶対ありません。すいません、約半月ね我慢させちゃって。よく思ってない人にもずっと頭下げました。一回チャンスくださいって。あれさえでやんす、こんな喧嘩配信で。別れてよかったと思う人はどっちの意味でもね、前のためにも俺のためにもと思う人はナイスをしてください。これが僕の人生なんで。花びらです。こういう生き方しかできないんでね。配信者なんで僕はどこまで行っても配信のことまであまり口出されるとやっぱ言わなくていいことまで言ってしまう。やっぱ自分の配信しかできないんでね僕は。さすがにね配信のやり方にまで口出させないよ、いくら彼女とはいえね。だって俺と付き合うんだったらその覚悟があるじゃん。どっちかっていうと俺の配信をやっぱ支えようと思うでしょ、うん、俺の配信を口出ししてあれもダメこれもダメが間違ってるんだよ。そもそも俺と付き合うんだったらね、俺の配信を一緒に応援しないと。文句ばっか言ってたらどん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 ダメになるって。そこは譲れないからね俺は。自分が自分がってされても困るんだよ俺。だってリスナーも大事だし、リスナー以上に大切にしてもらおうが間違ってるんだよ。はっきり言って。じゃあお邪魔しました。ありがとうね。ゼロは土下座で謝るよっていうやつが何なんその口の口ぶりは。俺は歩けなかったら別れます。こいつはすぐ別れます。クソがてめえだよ一番クソ野郎クソ女。二度と敷居またぐなよ。土下座して謝らなかったからナイス押してほしい。本当は謝りたかったよ、好きだったから。でも俺は最後までちゃんと配信者した。最後まで頑張った。めめしくしなかった。変わったと思う。茶番やらなかった。ちょっとツナ電話するわ。